ホセ・カルロス・モントーヨ・ディアスは、プエルトリコのフローリダ出身の元プロ野球選手、監督、ウトウミギウチ。2019年シーズンより、MLB のトロントブルージェイズの監督を務める。1986年の MLB ドラフト26巡目で、ミルウォーキー・ブルワーズから指名されたが、この時は契約しなかった。1987年の MLB ドラフト6巡目で、 再びブルワーズから指名され、プロ入り。現役時代はほとんどマイナーで過ごし、メジャー経験は1993年に、モントリオールエクスポーズでプレーした4試合のみである。引退後は1997年に、1998年から、エキスパンションにより、MLB に加わるタンパベイデビルレイズの参加である、アパラチアンリーグのルーキー級プリンストンレイズの監督に就任した。 それを皮切りに2014年までデビルレイズ及びレイズ参加の各球団で監督を歴任した。また2009年には WBC プエルトリコ代表でコーチを務めた。その後2015年には親球団であるレイズのコーチとなり、同年から2017年までは三塁コーチ、2018年はベンチコーチを務めた。2019年シーズンからは トロントブルージェイズの監督を務める。ありがとうございます。